セルゲイ・アフロメイ・エフセルゲイ・ヒョードロビチ・アフロメイ・エフは、ソ連の軍人、ソ連邦元帥、ソ連邦英雄。1940年、赤軍に入隊。第二次世界大戦に従軍。1942年軍学校卒業。1943年共産党に入党。1952年装甲戦車兵アカデミー卒業。 1956年12月に大佐。1964年4月に少将に昇進後、1967年参謀本部アカデミー卒業。1969年2月に中将に昇進後、1972年から極東軍管区参謀長及び第一副司令官を歴任。1974年からソ連軍参謀次長、 1979年から参謀第一次長。1981年から1983年と中央委員候補。1983年6月から90年7月中央委員。1983年ソ連邦元帥に任命。1984年9月から1988年11月参謀総長、国防第一次官。 1988年、党中央委員会国際政策委員。1989年2月に退役し、ソ連最高会議幹部会議長顧問。1989年5月から最高会議議長顧問。1990年3月からソ連大統領顧問。11月14日、保守系式のソビエツカやロシアのインタビューで国家の分裂を阻止し、 社会主義を守るために、軍の出動もあり得ると発言し、注目を集めた。ペレストロイカ路線をめぐり、ゴルバチョフ大統領と対立。1991年のソ連8月クーデター失敗後、自殺した。1981年レニン賞受賞。1982年ソ連邦英雄。ソ連最高会議連邦会議大議員。ソ連人民大議員。 ありがとうございます。